すごいスッキリするな。本当ですか。はい、この暖炉が割といつぐらいなんですか。多分これって19世紀の初め のオスマン建築 のあそこのステンドグラスもそうなんですけど、ステンドグラスとかこの陶器の暖炉とかはこの辺らしい、そのオスマニアン建築のペンキオリジナルの色を作ってもらって、それで塗りました。これ私がベルギーのブリュッセルでフローリストをしているチエリー・ブテミさんっていう方が、奥様と旦那さんと家族ぐるみで友人なんですけど、私の、誕生日、50歳の誕生日の時にくださったりとか、お誕生日のたびに素敵な花瓶をこういただいたり。でこの大きなグリーンのは2週間くらい前に夫とベルギー のチェリーのお店に行った時に向こうで買ったりしたものです。私フランスに暮らすようになってからですけど、やっぱりパリの街を歩いてて素敵だなと思う方って、シャツの着こなしがすごく上手だと思うんですね。でシャツって一年中着られるものだし、このボタンの何個開けるかとか、袖をどれだけちょっとくるっとするかとか、例えばメンズサイズのちょっと大きなものなのかとか、そういうことですごくニュアンスが出てくるんで、フランスに来てから大人の女性が素敵に見えるアイテムとして、やっぱりシャツを上手に使えたら仕事もそう、それからちょっとディナーに行く時もそうで、靴だけ変えたらいろんな TPO に合わせられるのかなと思ってます。誰かと比べなくていいと私はすごく思っていて、もう一人一人ユニークな存在なんで、唯一無二の存在なんで、やりたかったらまずはご自分を信じて、それでダメでも全然引き返してまた違う方向になるし、そこで新しい出会いがまたある、失敗した先に新しい出会いがあるかもしれない。そうするとその失敗した時の出会いが5年後にすごい大きななんか実を結ぶかもしれない。全くわからないので、どんどん自分で空気を感じて、新しくゆっくり深呼吸して何かしていただけたらいいなと思います。古いケリーニがバーって入れてます。でこのベルトをちょっと長めに作ってもらって、斜め掛けして背中に背負ってます。じゃあ帽子かぶって帽子をかぶって、こんなもちろん味だけ、味はすごい出てます。こんな感じです。長さはこの長さで調節しても作ってもらいました。でまあ忙しい時はまあこんな感じ、こんな感じになってます。昔に買った、もう買った時すでにヴィンテージだったバッグですね。20年ぐらい。これは飲みの市で買ったので、ストラップだけエルメスに買いに来ました。オーダーしに来ました。結構私仕事を断ったことがないんですよ。来た仕事を全部なんとか受けるっていうのがマイルールです。自分で壁を作らないでそうやって飛び込んできたことが結局今につながってて、まああと例えば友人からご飯行こうよって誘われてもできるだけ断らないようにして、なんてその誘われたってこともすでにご縁で、こういう仕事しないって一個来たこともすでにご縁だから、そういうのも全部飛び込んで行って、なんかがこうそこで出会った人とかいろんなものがつながり合って今仕事させてもらってんだなって思います。皆様ごきげんよう。元祖華道家の狩屋崎翔吾でございます。私はこういった制作過程公開をするということは未だかつてなかったんです。新作です。もう徹底的に材料なくなりました、ね、かっこいいのができました。これ土台です、ね、もうテキパキと作り上げていくわけです。なぜかというと時間が決まってます。もうスパッとストレートに、もう直感ですよね。私ね、物を買うのもね衝動買いじゃないんですけども、もう家を買うんでも別荘を買うんでも何でもかんでも全部即決なんです。ですのでその感じがお花を生ける時も迷わないと
ということでパッパッパッとやっていくわけです。そうでなかったらこれだけ広い空間ね、一日でなんてね、行け込むことができないわけです。流木なんかね、なかなかね、2つ同じものないですからね。そういったものに出会った時、どんな風に行けてみようかなって思いながら、そしてみんなで一緒になってね、一つのものを完成させる。完成した時も本当にやったっていう気持ちになりますね。それで、数日経って満開になります。満開の時がやっぱり一番美しいですよね。頑張ったなっていうのはそういう瞬間かもしれないと思います。私がこの仕事を始めた頃にちょっと面白かったのは、花婿さんはみんなモーニングコートを着てたんですよ。で、花婿さんはモーニングを着て、お嫁さんは黒古い袖を着てるのね。お色直しはない。だからもう私一番最初にこの仕事を始めた時に、あれはおかしいですよとね、お婿さんがモーニング着たんならウェディングドレスを着た方がいいし、お嫁さんが打ち掛けを着たいんだったら花婿さんも紋付きをね着てくださらないとって、それを合わせましょうよっていう、そこから言い始めたわけですけど、だからそういう基本的なことでも随分努力をしましたよね。フリーアナウンサーの近藤里です。あなたってあなたらしいわね、里さんらしいわね、自分らしく生きてるわねって、それね、基本的には他人からの評価なんです。なのでらしさというものにはあんまりとらわれないで、自分がやりたいとか生きたいとか、まず自分ってどういう人間なんだろう、私が本当に望んでるものは何なんだろうっていうことに真摯に向き合ってみる。皆さんは多分ね、周りを見すぎなんです。これ日本人、周りを見すぎ、マスク問題とかいろいろありましたよね。一つの美的な要素ではあるんですけど、ひっくり返すと自分のことよりも人のことを見てるんです、日本人は、多くの方は。なので私のように自分が好きなように白髪にしようとか、自分が好きなように着物を着ようっていう人を見ると、里さんらしいわねと思いながらも、人の目を気にすると私にはできないわという方が大多数なんですよね。でもそれも一つの人生です、否定しないです。でもちょっと自分のことを見ていただけると、私ってもしかしたらこういうことをしたいのかもって気づかれる方もいるかもしれないので、今の自分が自分らしくないというふうにもし思う人がいたら、自分の欲望というものを具体的に何がしたいかっていうことをしっかり見てあげてください。家族とか友達とか会社とか世間とか、そういうもの一回全部遮断して、自分が本当にやりたいことっていうのを探すことから始めてみてください。フォトグラファーとジャーナリストの首藤玲です。2020年にリゾーリ社から出た本になります。私のこれまでの活動の一つの集大成とも言えるもので、ストリートスナップ と、あとはインタビューですねが載ってたりします。今回はですね、このスナップを見て私が気になる写真とその説明なんかをしていきたいなと思います。本当はね、全部語りたいんですけど見立てっていうのは、例えばこの女性なんですけども、頭に巻いているのがマフラーなんですね。マフラーをターバンに見立てていたりとか、あと実はこれワンピースではなくて、子供用のバーバリーのコートなんですよね、を、ミニワンピースに見立てて着てるっていう、こうこれにそれ着るんだみたいな意外性とか、あとすごいガーリーな白いワンピースなのに下がまがまがしい蛇のブーツとか、あとはシャネルのコートにスウェットとか、私パワーワードを持っていて、ちょっとやりすぎだったりとか変だったりするじゃないですか。あえてって言うとそれっぽく見えるっていう、わざとこんな変な風にやってるんだって思わせられる説得力を持つ言葉かなと思ってます。主性のあるファッションが見れるってことかなと私的には思ってます。やっぱ自分で選んスイートなので、自分で選んだものを自分で着てるので、その創意工夫を見ること、着こなしだったりとかバランスとか、それが見れるのが楽しいのかなって。もちろんランウェイも楽しいですけど、ランウェイのルックっていうのは誰かが作ったルックだから、その自主性ではないというか、その人自身のものではないから、そういう意味ではストリートはその人自身のテクニックとか創意工夫とかセンスっていうのがたくさん見れる場所っていうところで楽しいのかなと思います。国木田サイラと申します。モデルです。日本とイタリアのハーフです。9
今日のバッグはイタリアのバッグなんですけど、プラダのバッグです。このバッグは13年15年前に買ったバッグです。この名刺入れも結構前から持ってるものなんですけど、5年ぐらい前に買ったものなんですけど、ヴァレクストラ、イタリアのブランドのお財布です。実はこれお母さんにちょっと怒られたことあって、知らなかったんですけど、日本って赤いお財布あまり良くないって言いますよね。まあだけど大丈夫そうです。プラダの、サングラス、これも結構前から持ってるものなんですけど、これ3年前4年前に買ったんだけど、まあバッグの色とも似合うし、実はサングラスしないとシワになります。光が目から入るとそっちの方が日焼けしやすいっても聞いたし、目をずっとこうするとシワになるの で正直ちょっとクール感も出てくるので。二子玉川美化工房の星名美幸と申します。今日はですね、エルメスのこちらのバーキンのお修理をしていきたいと思います。金納期どのぐらいですか？7ヶ月から8ヶ月みんなそのぐらいです。で、7ヶ月8ヶ月かけてるわけじゃないんですよ、当然。直したいんだよ、ここで。ありがたいの、本当にね、もうそれ叶えてあげられなかったことがやっぱりすごい残るわけ、ご主人から連絡があってさ、実は私たちのところに預けている間に亡くなっちゃった人いたじゃん。もうずっと忘れられない、まあ忘れたくもないんだけど、忘れられない。まあ、やっぱりどうしても納期がうちの場合はもう、ね、たくさんのものが今依頼があって待っていただいてるから、通常のね、普通の修理屋さんより長く預かるわけなんですよ。一人でなんか号泣しながら仕上げたの。こういう修理屋だからこそ乗っかってくるじゃん、この思いがね。だからいろんなストーリーを聞かせてもらえるんだと思う。できることを当たり前にやるだけじゃなくて、お客さんのニーズにきちんと応えるためにもね、カウンセリングをしっかりやらせていただいているのがうちの特徴でもあって、感動してほしいなとも思っちゃいますよね、欲を言えば。なんでシューケアが必要なんだろうっていうところなんですけど、まあ、皆さんスキンケアをされるのと同じで、皮って履いていくとどうしても油分が劣化してしまったり乾燥してしまうことがあります。乾燥してしまうと皮に何が起こるのかっていうと、よくあるのがこういう履きじわ部分ですねにクラックが起きてしまったりとか、色物だったら色がどんどん抜けていってしまう、変色していってしまうっていうことがあると思います。全部そうなんですけど、ブラシ強く押し当てすぎないこと、靴がブラシの中に埋まっちゃうほどだとすごい強く押し当ててる感じになります。効果的なのは靴の上にブラシをこう置いてあげて、これを動かすぐらい、毛先が常に皮の表面に当たってるようにイメージしながらやっていただけるといいかなと。ご紹介したいのは、あ、これそれ、これおいくつぐらいの時のお写真なんですか？19歳ぐらいだと思うんですけど。ミス東京になられた時の。そうですね、19歳ぐらいの時の、この時のなんか、そのミスの応募の時の写真だったと思いますね。実はですね、私のお友達がその前のミスで、でなんか推薦してくれたんですけど。じゃあお友達が推薦されて送られたってことなんですね。そうなんです。知らなくてね、別にそういうものがあるっていうことも知らなかったですよね。学生の頃ですよね。何人ぐらい応募されたか覚えてないんですけど、でも昔はねそんなにミスってなくて、ミス東京とか、だからミスインターナショナル、ミスユニバース、あとはエールフランスっていうのがありましたね。それでですね、ということですね。すごいですね。なんかね、この文金高島ですよ、これ。で、こういう本当はね、こう白いのね、あれ。角隠しって言うんですよ。なんで角なんですかね。いや、だから女の人は角があるかもしれないけど、それを隠してお嫁に行くってことですね。男じゃないですかね。なんか女に角が、まあ角は今でもありますよね。ただ見えないだけで。はい、ロッキールームです。すごいですよね。ここはもうロッキーさんのすべてのこうヒストリーをこの
あの小さい部屋の中にまとめてるんですけど、まあ、ここはあのロッキー青木ってなって、彼の一番好きな自分の写真を私が飾ったんですけど、とりあえずなんかいろいろあります。あの例えば、はい、あの面白いところでは、はい、これなんですよ。これ実はですね、あのモハメド・ダーリーさんのグローブなんですよ。でこれあの彼結構大切にしてて、モハメド・ダーリーさんのお友達だったんで、それでこうサインしてるんですけど、私ウィンデックスで拭いたらサインが取れちゃったんですよ。でもこれほら、なんてこと、ほらサインが、ほらサインがなんとなくありません、ほらこれ返して、なんかあのうっすらとほらサインの跡が、ほら傷みたいな感じですよね。ね、あるでしょ、ね、マホメッタリって書いてある。なんてこと。そうなんですよ、これでもうね値段がね、100分の1ぐらい、全然オークションに出すと全然違うと思いますよ。まあ、とりあえずね彼がやってたあの、あれですね、あのグローブなんですね、マホメッタリさんの。この写真はよくニュースウィークに出た。これはね、もう日本人でね、初めてニュースウィークの表紙になったっていうね、写真ですよね。ね、彼の頃車のコレクションなんですけど、もっと、まあ、たくさん17台あったんですが。17台ってすごくないですか。まあ、主要なものだけここに自分で置いて飾ってますよね。これはもうずっと、これも10セントだとこう全部動くんですよ、このコレクション。なんかどうしてこれがお好きだったんでしょうね。まあ、何でも集めるの好きでしたね、ペンでも何でも。あ、ペンでも。あ、じゃあそのなんか延長にあったってことですか。うん、なんかもうあのなんかとにかく預けるのが好きでしたね。よくなんかほら少年のようなってことがありますけど。そうなんです、そうなんです、本当少年のようなんですよ。そうなんですよ、こんなライプとかね、こんなライプなんて、こんなのなんか集める人いないでしょ今時。私の名前はアツコダックスです。ステージネーム、あの役者としての名前はアコだけです。今の自分でいるっていうこと、今現在ここで息をしている自分、生きている自分、生かされている自分、周りの人から愛されている自分、それから自分が他の人を愛している、ケアしている、その人間としての自分っていうものを自覚して常にいればブレないですね。やっとまだまだですけど、ブレますけども、ブレまくってますけど、いや本当にあのありがたい深いお言葉、いやとんでもないです。でもそれが演劇の基本でもあるんですね。そこに自分がいなかったら、どんな役やってももうこっから上のことで、いわゆるあの誰かにこう伝わるような演技はできない。アクセスチャンネルをご覧の皆さん、小野あずさです。ロンドンでライティングデザイナーの仕事をしています。これもメイドなんですけれども、結構メイドのソファーとかもそうですね。それ以外はあのヴィンテージのものが好きなので、結構セカンドハンドで買いに行ったりしてます。これもヴィンテージで、これもヴィンテージ。イヴ・クラインさんというイタリアのアーティスト、画家さんの作品です。で、まあ、なんでここに置いたかっていうと、結構天気によってこの色合いがあの変わってくるんですね。このブルーはあの彼が作ったインターナショナルクラインブルーっていうブルーなんですけど、まあ、ペイントあのプリントなんですけれども、あの本当に明かりの具合によってブルーの深みが変わってくるっていうのがすごく面白いので、気に入ってます。女優さんですと、ナタリー・ポートマン、ジュリエット・ビノッシュ、リリー・ローズ・デップさんなどのメイクをさせていただきました。パウダーですとかテカリを抑えるためで、ファンデーションですとか、はい、アイシャドウ、結構ピグメントが結構強いので、はい、かなりおすすめのアイシャドウ。色もすごいあの可愛いんですよ、はい、こんな感じで。あとは、まあ、チークも、はい、入れてますね。まあ、一通り全部入れてますね。使ったものはあの入れて、見た目で見てるよりもあのそうですね、写真で上がった時にあのモニターで、あ、ちょっと薄すぎたなっていう時にすぐ足せるように、常に使ったものは大体みんなポーチに
入れて使うようにしてます、はい、これはあのハイライターシャネルのなんですけど、すごいおすすめの、あの艶を出す、はい、ハイライターで、これはシャネルで、これはあの資生堂のクレドポーのコンシーラーで、これ結構使ってる方多いですね、プロのメイクさんで、はい、すごいおすすめのコンシーラー。リップシャツ信本夏代です。戦略コンサルタントとプロフェッショナルスピーカーをやっています。聞いてる人に I was surprised って言うとして、サプライズってどういうサプライズだったのか、怖かったのか、それともすごい嬉しいサプライズだったのか、不意打ちでえっていうサプライズだったのか、それをサプライズっていう言葉一つに乗せなさいと、はい、まあ、特にまあプロフェッショナルスピーカーっていうそういう職業なので、はい、まあ、プロスピーカーとしては聞いてて学びもあってさらに楽しんでもらわないといけない、はい、そのパフォーマーでなければいけないっていうのを常に意識してるんですね。でもやっぱり楽しかったら人ってメッセージも覚えてる。ファッションジャーナリストの井上恵里です。今日は私のお部屋をご紹介します。バーバリーのついこの間のコレクションで座席に置いてあったんですよ。で持って帰っていいもので、水筒、そうです、すごい古いタイプの水筒、うんうん、でバーバリーってそのトレンチコート有名ですけど、トレンチコートもともとミリタリーだし、こうアウトドアっていうのがブランドのコンセプトとしてもともとあるので、それを今のディレクターはすごくフォーカスしてて、これクリエーションに取り入れてるので、そうです、うん、座席にもこういうものがあったり、このディーゼルのこの間のショーのカメラインビテーション、これはするんですか、このカメラします。フィルムも入ってて、うん、使えるもの、アイディアですね、皆さん、うん、これとかもボッテガのインビテーションですね。これはコンパス、あ、コンパス、はい、これは本当この間の 24SS かなのシーズンなんですけど、まあ、世界を旅するっていうのがテーマだったので、このインビテーションで、まあ、旅に出ましょう、冒険に行きましょうみたいなのが、あのなんか伝わってくるインビテーションでした、うん、時計みたいですね。そうそう、腕時計にも、そうなんですよ、負けるんですよ。なんかブレスレットっぽくも使えそう、うん、おしゃれ、色使いがすごいシックですね、うん、うん、もうインビテーションなんですけど、レーザーが素晴らしい、さすがボッテガ様様って感じ。インビテーションが素晴らしい、すごい、そう、バレンシアガのインビテーションなんですよ。これはこう私の名前書いてて、シーズンウィンター22、何時ですよっていうの書いて、壊れた iPhone、うん、これ皆さんこういうの壊れた iPhone、そう、みんな受け取って招待者は、で招会場入るときに、はい壊れてますって言って見して、うん、入るっていう。斉藤由美と申します。パリでフラワーデザイナーとして、日本からパリスタイルを学びに来る方にレッスンをしているのと、あとはフォトエッセイストとして、写真と文章でパリの暮らしや花のことを伝える仕事をしています。その奇跡の、ね、出会いのことをちょっとお話ししたいんですけれど、私の友達が研修していたあるお花屋さんにこう会いに行ったら、スタッフが大きな器を、花の入った器を2つ抱えて、あの配達に行くところだったんですね、歩いて。だから私、よかったら1つお手伝いしますよ、1つ持ちますよっていうふうに先がすごいお屋敷で、であの勝手口から入ったんですけど、中庭が素晴らしかったんですね。思わずのその近くの方にこう寄って行ってしまったら、後ろからですね、ムッシュに、お嬢さん花は好きかいっていう風に言われて、でごめんなさい、ムッシュあんまり素敵なところだったので、ここまで入ってきてしまいましたって言ったら、君はクリスチャントルチを知ってるかねって言われたんですよ。それで、私はその人のところで研修がしたくて、もうずっと通ってるんですけど、なかなかあのうまくいかなくてっていう話をしたら、じゃあ僕が一筆書いてあげようっていうふうに言ってくださって、であのお手紙を
書いてくださったんです。でクリスチャンのその方はクリスチャン・トルチュのお友達で、クリスチャン僕たちが過ごしたあの夏はとても素晴らしかったねって、僕はひょんなことから君の元で研修したいっていうお嬢さんと知り合ったんだけれども、まあ、一回話を聞いてくれないかっていうね手紙を書いてくださったんです。でそれを持って行ったらまあ、すぐには見てもらえないんですけど、また1週間くらい経って手紙を見ていただけましたかっていうふうに店長に言ったら、それを見た店長が、ああ、あなたはあのムッシュと知り合いなのね、分かりました、じゃあまた連絡しますって言って、でその2日後に10月からどうぞ研修に来てくださいっていうふうに言われたんです。で私を助けてくれたムッシュは事故で首から下が麻痺されていて、だから私がその中庭の方に寄っていった時も、もう車椅子、電動の車椅子に乗って話しかけてくださって、手紙を書いた時も秘書に口述筆記をさせて、最後に口でペンを加えてサインをこうしてくださったんですね。それを持ってって、そのおかげで私は研修できたんですけど、そのムッシュがですね、最強の2人っていう映画がありましたね。はい、車椅子の生活をしているムッシュとお世話をするね男性の映画なんですけど、あれは実際の話を元にした映画なんですけど、あれのモデルになった方だったんです。たまたま友人の家でテレビを見て見たその最強の2人の映画で、なんか既視感があるんですね。なんかこの中庭とか、それから秘書に口述筆記をさせているところとか、なんか見覚えがあると思っていたら、最後にそのムッシュの今のお姿とかお名前が出てきて、助けてくれたのは映画になったムッシュだったっていうことで、はい、本名ね、石井陽子、職業キャフェキツネで働いてます。親が決めた人がいて、でその人と結婚するの決まってたのね。でもどうしても嫌なわけね、なんか絶対嫌だ嫌だってなって、たまたまその時期に友達がパリでこう日本人向けのバーをやってたわけ。なみ女でいないから来てって電話かかってきたわけ、日本に。あ、そうだって、日本パリ行っちゃえばね、そのなんていうの、騒ぎから抜けられるって自分で思って、で親に言ったら当然ダメだって言うじゃない。 でも私行くって、行くからねって言って、自分の乗ってる車を売ったわけで、片道切符で来ちゃったの私パリにね。マイペースね、要はだから嫌なことはなるだけこうスルーしちゃうかもしれない。それはいいことですね。うん、あとは苦労も慣れるとそんなに気にならなくなるとか、なんか言われますよね。それ私のだから最高の欠点かもしれない。いて心地いい人と一緒にご飯食べたりお茶飲んだり、それなのよね。だから無理してどんな大切な人に会わせるわよっつっても、私もいいからって言って、なんか心地いい人といるのが一番いいかもしれない、私の場合。これなんですよ、もう汚くて。全然汚くないです。いやいや、本当にだって、ね、40年も経ってると思えない。擦り切れてるじゃない、もう中もシミだらけ、全然そんなことないです。そう、リボンなんてここ手がボロボロだから巻いたの、エルメスのリボンで。